どうも、マルベリです。星のドラゴンクエスト実況やっていきましょう。2017年12月1日金曜日、時刻は1時22分を迎えました。新たな月を迎えましてね。2017年も残すところ1ヶ月となりましたが、もう動画ではご紹介していた通り、メタスラ武器日替わりピックアップ、そして12月1日はメタ杖の日でございますね。ベホマラナミン救済ガチャというところでございまして、私も1本だけ欲しいんですよね。あとは新しい月来たということなんで、ボモンやポイント交換所に装備進化玉ね、来たのと、あと強化回路も実装されたみたいですね。これはもうぜひ最近始めた方、特にですね、強化玉ね、不足というのが最初起こりますから、強化玉もそうだし、装備強化素材の方の不足等も、こちらぜひともやってください。ストーリー終わってない人、もうこっちに今回は自分のスタミナ使ってもよしぐらいのイベントでございますんでね、要チェックでございます。でね、大々コラボが近いと、動画4本続けて大々コラボ大々コラボって大々コラボ復刻のことばっか言ってますけど、でそこでもちろん復刻ガチャもあるんでしょうし、あとはまあね、12月入ったということで、今年2017年もあと1ヶ月、つまりもう年末が来てね、お正月とか年末にはまたビッグなガチャイベが来るということで、いやーもう今月12月はちょっとすごいねということなんで、まあこのね、メタ杖、マラー難民の方はぜひともっていう感じなんでしょうけど、今後のことを考えると、私も1本だけ欲しいかなっていうとこあって、まあ無料福引き1回と、あと10連、2.5% のピックアップになってる間、10連1回は引きたいと思います。こういう引き方がいいんじゃないかなと。もうここで出なきゃ諦める。まだこの後ね、12月の1日から、5回一応無料福引きは引けるチャンスはありますからね。ピックアップにはなってないんでね、今日12月1日しかピックアップはないので、まあ、10連引くならここ1回だけ引いて、もう一発で出すぞという動画でございます。まだ無料福引きたい。まあ私はここで出るとは思ってないんだよね。まあしかし丁寧にたい、丁寧にたいルフタテでございました。さあ言いましょう。出すよ。ここで出さなきゃ 2.5% のね、ベホマラ難民救済ガチャだよなんていう動画を上げてちゃいかんというところをね、お見せしますよ。これで10連ポンって出て、あ、やっぱり 2.5% 安心安全。マルベリの言うこと間違いないというところをお見せしましょう。だい本当かな目立つえ。1本。くれてよし、くいほら見たかこれほら見たか、確定枠以外で出ればね、出るんだよ、出るんだよ、出るんだよ。あぶねえ。ほら見たか。ということでございました。これが 2.5% のね、ありがたい恩恵でございますよ。まあ、大々が12月初旬かな、最速で。で、そっからもう年末までってなったら、まあおそらく大々の復刻イベントが年末ぐらいまで続くんでしょうから、それ終わって年末のなんかイベントガチャ、何来んのかねっていうところもありますしね。さあ、ということで早速ちょっとね、もう星5のやつはね、取り出してしまいましたけど、装備売る。12月1日になりましたから、進化玉も、ちょっと私武器進化玉分はね、貯めてたというか、あるんですけど、防具分がちょっとないので、プラスアルファ12月中にね、もう少しガチャ引くと思うんで、それでなんとかしたいと思いますが、思いや武器進化玉ゲットしましょう。はい、交換する。4000しかなくなっちゃった。でですよ、錬金工房から錬金レシピ来るぞ来るぞ、来た来た、メタツエちゃんを錬金するてい。はい、錬金来た、あざす。そしてもうすぐに強化工房スキル取り出す。どこだどこだ、あ、いた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 、ハグツエちゃん取り出す、だいだいちゃーで、なんかにセットしよう。普段ね、サブキャラにベホマラ1枚しか詰めなかったのが結構なんかね、難しかったんですよ。北海道弁で言うとイズイね。黄金律化に、そう、これミナカトールを積んでたとかっていうね、代用してたんだけど、これにマラーがね、いけるようになったり、魔王ではニズミがいけるようになったり、これでだいぶ広がるわ。で、強化していきましょう。スキル強化、使いにはめた方を、よいしょ、まあこれでいいでしょう。たい、スキップ、来ましたよ。これで抜き出しマラーに完璧ですね。あとは本当に待つだけですね。待って貯めて、大コラ年末と向かっていきましょう。なるべくね、アルジェムでね、遊べればいいですよね。ということでございまして、一旦この辺でお別れとさせていただきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。
で、ほまら難民救済ガチャだよなんていう動画を上げてちゃいかんというところをね、お見せしますよ。これで10連ポンって出て、あ、やっぱり 2.5% 安心安全。マルベリの言うこと間違いないというところをお見せしましょう。大本当かな目立つえ、一本。くれてい、ぎマジで火でこれダメだもう確定枠しか出てない時点でちょっともうあっと思っちゃいましたけど、まあ、確定枠以外が来たらですね、まあ私はもう10連一発しか引きませんから、もうねそんな煽られて引くなんてねよくないですよ。もう1万ジェムしかないからね、あの絶対ねこうやって引く、あ絶対こうね10連で止めるって決めたら皆さんは止めてくださいね。私は動画のあれがあるんで、これで終わったらさすがに怒られそうなんで、引きますよ、出します、メタツエ頼むぜ、ここで決めてくれ、来いよし来い、ほら見たかこれほら見たか、確定枠以外で出ればね、出るんだよ、出るんだよ、出るんだよ。危ねえ。ほら見たか。ということでございました。これが 2.5% のね、ありがたい恩恵でございますよ。本当はね、10連で終わらせるつもりだったんで、ちょっと手が滑っちゃいましたね。よくあるやつですよ。はい。あれが真実でございました。10連という名の20連でございますね。まあ、ついでなんですが新情報もありましたので付け足していただきます。コラボイベント開催予定、大大復刻、ついにお知らせにも上がってまいりましたね。星空公式 YouTube チャンネルの方でまた桃子とねモガ将軍がご紹介いただいているということで、こちらも確認いただきたいというところでございますが、詳細がね見えてきました。どんな感じでダンジョンは復刻するのかなっていうとこ気になっていたんですが、こちらですね、なんと前編中編後編に分かれてね開催されてたんで、まあ今回ねどんな形で実装されるのかっていうことだったんですけど、大ボリュームのイベントなんと一気に開催と、だから前編中編後編のやつが全部出てくるってことですね。で開催期間が12月の6日、予想通りですね、メンテナンス終了後から1月の18日、年末超えますね、年明けまでずっとやってるみたいでございます。長期イベントという形になりますね。で、過去に開催された大々コラボダンジョンをクリアしている場合、初回クリア報酬、ミッション報酬、パーフェクトクリア報酬を入手することはできませんということなんで、リニューアルされるわけではない、完全復刻という感じですね。で、さらに、緊急襲来、メリオ・ブルザー復刻ということで、こちらも出てきて、ここはなんとですね、限定スキルに新たなスキルが追加、さらにはベルザー紋章も入手できるという新しいところが出てまいりました。で、こっちは別に12月の11日からになるんですね。6日からではなく11日から1月の18日、終わりは同じということでございますが、まあこっちは約1ヶ月間ということで、チケットがね、引き換え券でおそらく新しいスキルが来るんでしょうと。これもちょっとね、期待してたところなんですけど、追加されるスキルがなんとですよ、こちら多分ヒムが使ってたやつですね。オーラナックルかな？オーラナックルと、そしてこれは期待が高かったやつですね。ゴシ爆炎弾と書いてね。フィンガーフレアボムズでございますね。いや、これは嬉しいですね。フィンガーフレアボムズは結構印象的な、私も記憶にあるフレイザードが使ってきたね、技でね。で、結局ね、後半ではポップも使い出すんだよね、フィンガーフレアボムズね。いきなり使うんかいみたいな感じで私小さい頃突っ込んでました、一人で。で、まあ、クリア報酬とかに関しては同じくっていう感じですね。だから新スキルの、チケットで交換できる新スキルの部分と紋章だけが新しくなると。その他は全部引き継ぎという感じみたいです。そして大の大冒険コラボ装備プレゼントということで、これはコラボイベントの復刻を記念してね、これもまあ前回来た時にも配られていたやつですね。アバン剣、アバン装備、ゴメちゃん。だからアバンストラッシュはさらに数増えるんですね。で、ゴメちゃんも2つという形になるんでしょう。で、各種受け取れますよっていうこと。受け取り期間が書かれていて、そしてジャンフェスですね、2018でコラボ装備もさらに入手できるということで、ジャンフェス2018、2017年の12月16日、幕張メッセにて開催されるということで、ギガリアステージ開催されるようです、星ドラもね。で、ここでドラゴンクエストの大の大冒険とのスペシャルコラボを実施ということで、ジャンフェス会場またですね、これギガリアステージ会場でモガフリ探索隊でモガフリするとジャンフェス18の鍵を入手できると。で、この鍵では今度また限定、装備きますね。ドタマ金槌でございますね。これも原作で出てきたやつですね。大体のね。まあ、こんな感じでね、ジャンフェス18コラボキャンペーンエリアでフリフリ中ということで、まあ、もちろん今回は呼ばれておりませんので、
まあお客さんとしてなのか、会場近く通ったらね、なんとかもがふりしていこうかなと思ってますが、どうもこのジャンフェス2018の鍵を入手できるようになるタイミングが超ギガレアステージ中に発表予定っていうことなんで、生放送もされるんでしょうからね、ここはしっかり見ておきたいところですね。で、これ超ギガレアステージ開始前にフリフリしてもジャンフェス18の鍵入手できないってことですから、まあちょっと生放送当日は観察、生放送監視隊でね、生放送を見る生放送をして、そこで情報を掴んで、またお知らせさせていただきたいと思いますが、この大体コラボを合わせてジャンフェスの情報が来たのと、あと星空スタンプリクエストキャンペーンっていうのも来たみたいで、星空のスタンプをこうリスナーさんツイッターでね、ツイートして、まあアンケート取るみたいな感じですよね。こんなスタンプが欲しいっていうアイデアをツイートしようということで、皆さんがツイートした案が星空内で使える新しいスタンプになる可能性が出てくるというのもあってですね。で、さらにはそのツイートの数でプレゼント報酬とかもね、5000ツイートまで設定されてるみたいでございます。まあ多分5000ツイート超えるんじゃないかなっていう感じですけどね。超えたら追加報酬とかあるんでしょうか。ここも期待でございます。マルベリもね、ちょっと実際これはテキストでね、こういうスタンプ、どんなスタンプでどういうメッセージがついてるみたいなテキストでツイートするみたいなんですけど、まあワンチャンね、なんか企画で、まあかなへいさんが実際は書き下ろすことになると思うんですけど、まあデザインまでちょっと考えてね、なんかそのスタンプ、星空スタンプ考え用生放送なんていうのもやったら面白いのかなと思ってまして、それも企画しております。リクエストキャンペーン期間は12月の1日の12時からということで、もう始まってますね。この動画19時頃に上がりますということも追加でお知らせ情報上がっておりましたので、お知らせとさせていただきました。ということで、今回の動画本当にここで終わりでございます。今回は2回目の挨拶、最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。